クリストフ2世は、バーデン同辺教博。バーデンバーデン辺教博ベルンハルト3世とその妻の、フランソワーズド・リュクサンブールの間の次男として、父親の死後に生まれた。1556年に成人した際、バーデンバーデン辺教博領の法に基づいて、兄のバーデンバーデン辺教博フィリベルトより年金4000グルデンの受給資格と、ロレーヌ地方のロドマックを文法料として与えられ、 文家のバーデンロー辺境博化の創設を許された。クリストフ2世は兄から経済的に自立するとすぐにヨーロッパ諸国を旅する生活を始めた。1557年からはネーデルラントで暮らし、スペイン軍が上陸するまで滞在した。1561年にはスウェーデンに渡り、1564年にはスウェーデン王エリク14世の妹セシリアと結婚した。 結婚後はしばらくロドマックに戻ってこの地にしろ、建設し、贅沢な生活を送った。翌1565年に、イングランドのロンドン宮廷を訪れ、女王エリザベス一世から名誉ある待遇を受けた。しかしロンドンで贅沢な暮らしを送って、膨大な借金を作り、1566年には、債権者に追われて帰国も、ままならなくなり、 エリザベス一世に借金の保証人になってもらって何とか帰国した。1566年、クリストフ二世は母のフランソワーズからルクセンブルク地方のウゼルダンジュ、ペタンジュ、ルシーイコールルイコールヴィラージュを相続したが、これらの領地はクリストフ二世の病むことのない浪費と宗教騒乱の不安に苦しめられた。借金で首の回らなくなったクリストフ二世は、 妻の母国スウェーデンに赴き、スウェーデン軍に加わって、デンマークとの戦争に従軍し、義兄のスウェーデン王ヨハン3世から報道として、サーレマー島を与えられた。1575年に38歳で死去し、長男のエドゥアルト・フォルトゥナートが後を継いだ。1564年11月11日に、スウェーデン王女セシリアと結婚し、マニ6人の息子を設けた。 ありがとうございます。